いけるそれ、なんか立てれる、大丈夫、立てれる、大丈夫、よかった、ずっと持ってく。こんばんは。これ挟ん、挟んだりした。あ、いい感じ。さて、ここはどこでしょう。なんてね、落ちちゃうよ。あ、こっちのこと忘れてました、すいませんね。勇者ココア、こんばんは。そう、ドラクエ、ドラクエ配信じゃないんです、んん、残念ながら。こっちの皆さんもこんばんは。どうしよう、これ待ってよ。それか、ここにもたれさすか。こんばんは。どうも。あ、初見さんもいるんだ、嬉しい。なんか、ここはいつもと違う感じで面白い。テンション高い。いや、初見さん嬉しいって。似てない。こんばんは。ねえ、見てこれ、ココアちゃんに借りたんです。貸したんです。え、2人でカツラ、あ、あれにしよう、テロップさ、ココアンド空間にしよう。ココアンド空間、違う違う、ここここココアンド、ココアンド空間、空間。あ、面白い。そう、今日は何、いつもよりワントーン高いやん、声が。そんなことないよ、ほら、今のが普通の。あー、危ない。もしかしてクーカちゃんです。あっち、待ってよ。クーカちゃんおかしくなってやった。こんにちは、クーカファンの皆さん、どうも、カイココアです。これでいけるんじゃないか。こんばんは。こんばんは。なんかこっちの方がもらえる気がするけど。そう、一緒か。こんばんは、ココアちゃん、こんばんは。やって。そうなんですよ、髪跳ねちゃう。茶髪似合いますかね、私。私10曲ライブお願いしますやって。岡山のライブ再現しよっか。でも、時間がね、ないよね、あんまり。そう、私は前のランウェイのね、再現でもう終わりって言ったから終わります。あ、なんか歌っとったやつ。うん、うん、似合わないやって、これ。黒髪と茶髪どっちが似合う？茶髪。マジで。あ、違う、黒髪。あ、黒髪、黒髪が似合う、やっぱり。そう、お母さんにもファンの人に言われる。うん。でも一回染めてみたいって思うよね。思うな。だってさ、なんか変わったらなんかあれじゃん。もう似合わんかったらずっとそれよ。いや、その時は戻したらいいや。絶対やな。あれよ、三四郎時代を思い出す。あの気がにどうしたん。あの、カツラといえばさ、三四郎オーディションの時のめっちゃ面白く、 あれね、あのオーディションのさ、始まったぐらいの時にさ、うん、あのいろんな人見るやん、受け取る人、うん、どんなショールームしとんかっていうの見るんやけど、もう三四郎はね、唯一もう笑、もう爆笑したんよ、お母さんと一緒にいて。やめて、いいんで、恥ずかしい。一日目にもう爆笑したんよ。ウケる。一日目に見た。そう、一日目に見た。もう他のね、他の人のショール見んかった。あ、見たかな、見た見た。私の存在知らんかったやろ、だって。いや、わかんない、覚えてない、その時のこと。でもあれよ、オーディションの最終審査の時は、あの最終審査が終わった後に一緒に話したいね。え、覚えてない。あ、覚えてる。隣だったよね、席。そう、席が隣だった。じゃなかったけど、34で36やったよ。36で、間に一人おったんやけど、まあその子がなんか撮影かなんちゃらなんちゃら言っとる時に話して、その時のねその時がめっちゃ面白かった。え、何、どんな感じ。なんかね、あれ、あ、こんな席順だったよね、こんな感じの席順だった。そう、まさにこの状態で、なんかアンダーマン、なんかめっちゃあれよ、そうそうそう、アンダーマン着とって、めっちゃさ、めっちゃなんか、まあショールームと同じようなキャラでさ。いや、そうなんや。そうそう、変わらんやろ。そうで、うわっ、本物の三四郎やとか思って、で、あれよ、そうなんですよ、話しかけてきたんよ、多分。あ、
なんか三四郎ちゃんよねみたいな話をして、でいや覚えてないですか。いやマジ覚えとるよ、もう印象に残る。ものまねして好きなものまね。なんか待ってましたよ、カラダナさんが来とって、うん、その最終審査にね、うん、来とったね、コメントで、ね、さあのココアが、ね、カラダナさんめっちゃ可愛かったよねって言ってきて、出てきて、ね、可愛かったよねって話をして、可愛かった、それは可愛かったよ、覚えてますよ、うん、で、でも私ね、コンタクトまだつけてなかった時代やったけん、私メガネかけてなかったけんあんまりわからんかったわって言ったんよ。そしたら、え、メガネかけとるん、え、メガネかけとん、おい、とらん、絶対言ったらもう言ったんが、え、メガネかけとん、え、え、じゃあかけてみてよ、かけてみてよってこの発音で、広島弁独特なんかな、なんかかけてみてよ、え、メガネかけてみてよ、いやいや、そんなないよ、いや、言った、ほんまにで、なんかかけたんよ、で、その時かけて、そう、その時かけたんがね、今見当たらない空間、ちょっとグレたグレたら相談乗るよやって、もうカツラをね、カイさんもカツラかぶれば、かぶろうと思えばかぶれたんですけど、暑いけど、ね、時間がね、そう、暑いし時間もなかったですしね、うん、エアコンつけれんので、で、ね、かけてみてよって言われてかけたんよかけたんよ、そうなんですか、マジで覚えてない、あ、覚えてない、で、かけてみてよって言われて、かけて、え、めっちゃ似合うじゃん、え、メガネめっちゃ似合うじゃんって言われて、え、鏡見る、鏡見るって言って言われたんよ。で、いや、私自分のメガネかけた顔見たことあるけん、もういいよって言ったんやけど、あ、そうやね、そうやね、そうそう、で、でも自分のカバンから鏡を出してくれ、え、ちょ、鏡見てよ、鏡見てよ、見てよって言って 見せてくれ、ほらね、めっちゃ似合うじゃん、そのキャラなんですよ、でも、ま、前からそんな感じでしたね、ほんまにその時は強烈で、はい、で、お母さんにもその日、受かった日に、あれ、三四郎と話せたんよって話せたんよって言われてよ話せたんよって、で、すげえよ、お前みたいな会話をお母さんとした。そんなことないですよ本当に、なんか笑う時さ、なんかこんな感じじゃない、いつも目なんか、なんかわかんない、なんかって感じそんな感じ。うん、あと 何があったエピソード、そう、桃太郎祭りがね、そう、最近あったんですよ、桃太郎ね、練習めっちゃしたよね、自主練、大変やったな、ね、自主練の時間めっちゃ多くなかった、自主練レッスンよりだって6時間とか普通にね、あった、半日ずっと。空花さん帽子浮いてるよ、これね、これはココアが似合うそう、それが可愛いな、このココアのこれ何そんな感じやって、そう、あら、来てねみたいな言ってないっす。他、クーカちゃん何かあったのやって、ちょっと、うん、自主練6時間とかそんな感じだったんですよ。桃太郎頑張りました、めっちゃ、ね、特にココアちゃんはね、本当に何なんかまとめてくれる感じで、そんなんやないよ、あるよ、なんか、え、ハムに受かれてやろう、ハムに、はい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 みたいな、そう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 、だってだって言い訳ウェイビー、言い訳ウェイビーをまず揃えようって話になったよね、なったよね、そうね、もうとにかくバラバラみたいな、やったよな、バラバラで、これはどうにかせな、うん、ってなって、うん、そうね、みんなでてか頑張ってよ、ね、ココアちゃんがよくその言い訳ウェイビーは結構自分言ったよな、ね、ポニチはなんか得意なメンバーおったよね、得意なメンバーが、うん、あの進行してくれって、そうそうそう、で、あれよ、とりあえずめちゃめちゃ揃えましたよね、そろなんか言い訳メイビーのビーのビーと足のビー、足と手をね揃えようって思って、はい、言い訳メイビー聞きたい人、見たい人、今からダンスしてほしい人はーいよはーいよ、言い訳メイビー聞きたいですか、2人のデュエット、デュエット、はーい、やって、イエーイ、いらっしゃー、楽しみにしてくれ、何やりかな、こんにちは、ちょっと待って、絶対見たい、踊る予定じゃなかったからちょっと片付けますね、そう、皆さん、空間ファンの皆さんごめんなさい、カイコクは映ってますがごめんなさいよいしょ、ワクワクカメラ移動する、カメラワクワク、カメラ移動する、
でもさ、コカちゃんのやつがさ、そうなんですよね、体しか映らへん。こっちやったら映るんよ。そうやな、踊り寄ってたな。あ、ここ、あ、でも危ないかな。ウケる、どうしよう。とれ、これに置く。あ、あれはどれ、お前のタオルかぶしてるやつ。無理無理。あ、起きなくない。はぁ、嘘やろ。充電がない。あるよ。じゃ上、上半身だけでもやるとか。え、だってさ、どこで踊るの。いや、もうこの椅子のまま踊るとか。あ、見えるくない。いいよいいよ。あ、分かった分かった分かった。どこ刺すとこ分からん。やばい、久しぶりのロングだぜ。え、まさかのなくなるとかないよね、充電。いける。え、待って、これめっちゃすごくない？なんかテープない？テープ。テープあるけどさ、テープにさ、カメラをくっつけるというのか。うん、くっつける。あ、無理よ、無理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 。どうせ諦めようか。それだったらお話ししとる方が面白いかも。え、どうしよう、空間だけでやる配信。みんな空間。いや、それはもったいない、それはもったいない。何ももったいない。だってココアちゃんも一緒にやっとんのに。え、いいよいいよ、じゃあみんな空間のやつだけでやるんで。ちょっとそれもうトークしようよ、これで。え、踊りたいじゃん、せっかく二人やけんな。そうなん。そうね。それか、これをそのままにしといて、そう、ね、踊るときにこっちだけで、こっちはちょっと見えにくいけどみたいな。する？それだったらいけるよ。そうするか。じゃあカメラ移動するね、こっち。そうする。踊ろう。こっちだけになってしまうけど、それでもいいなら。やばろ。こっちはね。あ、もう映ったんや。そうよ。すごい。こんにちは。じゃあ言い訳メイビー踊ろう。いいや。え、こんなところで踊る。でもちょっと待って、私さ、あれよ、みんなレッスンのままでさ、まさか。ちょっと待って。グダグダだ。みんな、空間のところに移動だ。ほんまのレッスンの感じやね、今日二人とも。あっち。そうやな。じゃあ、ドロン。空間のところに皆さん移動や。ちなみに36番です。2つで見てる。了解。え、どこで踊ったらいいんじゃん。立ち位置。立ち位置でも一応やろ。立ち位置も。いや、ここからじゃない。違う、これ全身映っとる。こっちは映ってない。まあ、皆さん、ちょ、私の方なんだよ。歌だけでも聴いてください。ほん、あ、すみません。それでは聴いてください。言い訳ベイビー。テルデーン、テルデーン、テン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 。そう、わかんわかんわかん。待って、これ絶対に聞くな。ちょっと待って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 。これさ、ちょっと待って。だけ言ったからさ。あ、じゃあ私ここ言ったんやか。テルデーン、テルデーン、テン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 。テレテンテレテン、いつもの道を道、走る自転車、走る自転車、風が揺れる靴の声、風休みの愛、あ、会えずにいたら、会えずにいたら、君のことが気になってきたんだ、ただの友達と
には雲は一つもない。 Maybe Maybe 好きなのかもしれない。それが恋だと分かってるけど、はい、今決めいい。あ、私これは愛しくて切なくてどうにもできなくて、愛しくて切なくて僕は苦しい。好きだ好きだ好きだ、君のことがあ本当は好きだ。 Maybe Maybe そんな勇気はない。 Probably に近いもっと確かなもの。 Maybe Maybe そんな勇気はない。ずっとこのまま片思いでいい。ゼロ言い訳 Maybe テテ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 ありがとうございました。マジこれで踊ったら自分が受ける。あ、それね。カツラやりながら踊った。戻ろう。戻る。え、あれは一気にポニーしやっちゃう。じゃあ このまま行く。そう、ちょっと、ああの皆さん空間の方に行ってみてください。そのテーマこれさ、これさちょっと配信。あ、電気つけるの忘れた。ごめんなさい。真っ暗や。真っ暗なに。大谷？マリナ？そう。こっち切らんでいいかな。切らんでいい、切らんでいい。じゃあ次パリス行く？そう。ポリスもね、桃太郎頑張りましたよね。そうね、立ち位置横列。そう、立ち位置横列。一番頑張ったポニッシュ、その立ち位置横列はできましたかね。じゃあやろう。よし、やるか。ほや、こっからや。てん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 、横手どれや。てん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 気配僕の腕から衣替え。なんかハモってない。青い海波打ち際で君と会いたい。裸足の水しぶきポニーテール揺らしながら風の中君が走る僕が走る砂の上ポニーテールらしながら振り向いた君の笑顔僕の夏が始まる。タンタラタンタラタンタラタン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 タラタンタラタンタンタタタタ束ねた長い髪水玉のシュシュ恋の尻尾は見つまえられない。触れたら消えてく幻。テン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 ポニーテール届かないで帰らずに君は君で僕は僕で走るだけ。ララ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 
最後だけ。ありがとうございました。じゃあね、移動しますね。腰しかねえやったっていや、僕は腰セレクションでやよ。あるよ、ポニッシュの腰の動きが分からなくて困ってるんですっていう人におすすめの動画でした。やったやった、ごめんなさい。カーブマジック点灯しましたね。昨日引き分けたんですけど阪神が負けたので、タン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 。ハモリどう忘れたんやけど、なんかちょっと忘れ笑ってしまう、めっちゃえ歌ってみよう。ポーニーテルから、ポーニーテル揺らしながら風の中、君が走る、君が走る、僕が走る砂の上。あ、ほもれた。おからやった。私が裏で表なんて揺らしながら振り向いた君の笑顔、僕の夏が始まる。めっちゃほもれ、やばい、イエーイ、いい、やった、すごいすごい。ちょっとこれもう充電外していい？うん、いけるん？多分いける。いけてないやん、 10%。 あ、落ちちゃった、ごめんなさい、落としちゃった。こっちの方がいい。君の笑顔、僕の夏が始まる。めっちゃハモるね。やばい、ごめんごめんごめん、大丈夫。あ、汗、扇風機つける？あっち扇風機やったらね。皆さんお疲れ様です。楽しい。え、高いんかな、高い声質やない？クーカずぶとい声質よね。すごい、え、ずぶといって言っても声は低めない。今そうな、低めやと思わん？めっちゃ低めやと思う。だってえ、どういう時に思う？え、歌ってる時めっちゃ思う。マジで？例えばえ、今まさに今とか、うん、さっきいつもの道をいつもの道を、いや、でも音程はそれで歌っとるよ。いつもの道をやろ、いつもの道を。なんかコカはふわふわしとんかな、なんか立ちこぎの汗が揺れる9月のそよ風、休みの間、休みの間、会えずにいたら、会えずにいたら、君のことが気になって。一瞬の出来事でしたが、ハッシュタグ、そう、これはココアちゃんが貸してくれたやつ。そう、ココアさん初めましてやって、そう、空間の配信の人初めましてばっかり。そう、ここもね、初めましての方が多いと思う。裏声で歌うか、上ずるですね。空間にダンス教えてもらわねえか。なんかこの前も言ってくれたね、なんかミュウなんか違う、クーなんか覚えてるよみたいな。え、何クー、あーでもあの時の話か。いろいろ大変やったんです、ももも組は。あー、ももも組いろいろ大変やったですね。いろいろ大変だったね、前日までね。そう、前日まで、ほんまに前日までやばかったね。前日もね、一日レッスンだったよな。レッスンってかまあ自主練、あ、自主練楽しかったけどね、ほんまに結果一番楽しめた、ね、今までのライブで。本番のあの感じはね、たまらんね。たまらん、ね、たまらん、たまらん。なんやねんそれ。知らない。え、でもあれよ、私マイクスタンド、私さ、見たんやろ。見た、え、どこの列？え、もう空間、え、空間大丈夫って言いそうになったけど、どこの列？え、私2列目。あ、そうか、そうか、そうか、あっちゃん、前田さんの。え、あれか、回っとるところやけんちょうど見えたん。あ、そうかも。その回った後にずっと注目してしまった。どうやって注目したん？こうやってやってる。回ってる間に 見えてしまって、あ、そこでちょうど私はタン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 ってやるとこやけど、ココアちゃんはこう、あ、そう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 、回るけんちゃんと見えたんやね。そう、ちょうど見えた。でもびっくりした、なんか
ボトンっていう感じというかコロコロって転がってそうコロコロって感じめっちゃ近くてマイクがあえそこでそれそうやったけど撮ったら逆にそう撮ったやばいと思って焦っためっちゃドスンって音がせんか心配だったそうね大丈夫やったでもカーペットやったからよかったうんそれなマイクさんも近くに降りやったからうんヘビーローテーションそうなんですよ私の MC の時のモノマネこの前してくれたのにね忘れてないって忘れたらしい丸がなんか MC 受け取ったって言って聞いたやんそうなんやそあそそのそのやつそれよそのことよ やって覚えとるえじゃあ言ってみてなんか香川には丸亀うちわっていうのが出来上がるんですけど、ね、それはなんかねなんかえなんかリハーサル内をなんか練習の時に丸亀うちわ丸亀うちわばっかり言うから丸亀うちわの丸亀うちわのなんか丸亀うちわなんかそういう発音なのかなと丸亀うちわの同じ音でね丸亀うちわのだって丸亀うちわやんじゃあ何なのえ丸亀うちわ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 の丸亀うちわのなんかえ丸亀うちわわかんないそれ丸亀うちわが何かわからんやんまあそういううちわがあるんやどんな感じなんか竹でできとるセンスいやうちわはうちわでうちわはうちわでプラスチックじゃなくてちゃんとしとる竹ちゃんとしとるってそのヤフワ風的な感じゃあ何ちょっと違うでもうあと 5% やばくないじゃあこれしないよ充電あのじゃあカイコカーのカイコカーの配信はあよりカイコカーの配信はもったいないよそんな30分になったら30分になったらこっち終了するね何それもったいないよ次30分になったらクーカーの方見に行ってくださいほんまに言ってんのそれマリーナもこの配信見てるよってマジでマリーナさっきあったやんのマリーえもう帰るの寂しい寂しい寂しいとか言って寂しいと思ってね。まゆちゃんの可愛かったよね髪型。うんポニーテール。前えお団子。あお団子のやつ。そう。前の岡山のなんかずっとこれで追ってほしい。そう。めっちゃ可愛いよ。ほんまに可愛い。珍しい。何珍しい？あお団子がね。そうそうそう。水泳部が見えかけている。こっちで見えてるもろ見えてるよ。了解いたしましたよろしくお願いします30分になったらあと1分君は君で僕は僕で走るだけ楽しいねあれよあれよ沖縄岡山メンバーは選抜超えてるって嬉しいってね言ってくれる人だよねそうあもう壮大なストーリーがあったよね本当に本当にいろいろあったもう映画もう、ね、映画前半と後半そうドキュメンタリーオブ AKB に出てきてねほんまにねねっほんまに分かる分かる分かるえだって最初からちょっと最初は最初なんかあれよなまず集まらんかったところからよなそう自主練でね全然集まれてあやろあのいつもとうん、いつもと違う場所の時やろでみんなでさあのコッコちゃんがさみんな早く集まってって一番最初のあのグループのできた時の日やろそう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 スタンドマイクの練習ができる日で、うん、日でスタンドマイクを使って練習できる日が一番最初だったよね、うん、最初というかその桃組の桃組あの発足の日あもはになった補足じゃあこっちからこちらから配信空花から配信するので皆さん空花のところに見て注目ではみんなこっち見てくださいね空花の方見てくださいねこっち見てくださいね、じゃあとりあえず皆さん3バイバイ3 2 1あスクショタイムするいいよランキングね了解ちょっとこっちランキング先読ませてください、うん大人になったらこんな感じよ私13位メタルさんメタルココアさん12位バブルガムさん11位ハネナンさん10位ひろゆきさん9位アッカさん8位スギヤンさん7位コハッピールーさん6位ヒロくんさんカツラ5位ラームさん4位ダンスさん3位ショウダさん2位ヨウコさん1位ボストさんありがとうございました
では放送終了まで3、2、1、バイバイ。いい空間、とりあえずこっちバイバイして、うん、バイバイ。ハモったね、今なんかやったね、ハモった、何でもハモる。これツイン、なんかツインテール、これでしとったん前、カツラでツインテール。違う違う違うやつ、そうなんですよ。じゃあこっちで。そう、クミコファンの皆さん失礼いたします。カメラから遠くない？そんなことない？でもいつも私ね、近すぎるとなんかあれじゃないかなと思って。お、来たヤッホー。そう、クミコのイメチェン、イメチェンですかね。でも髪伸ばすつもりやけんね。まあ茶髪にはせんけど。で、どこまで行ったっけ、うん、そう、最初の日、うん、それが1日目で、うん、まずみんな集まらんくて、うん、集まらんというか、まあまだね、そのグループもできてなかったし。みんな来てくれた、ありがとうございます。うん、なんかでも早く集まらんとティフに負けるよみたいな感じで言ってたよね。うん、ティフ、ああ覚えてないけど、なんかティフに比べたら全然揃ってないよ、うん、みんな。そう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 、で、ほんまに なんだろうね、ほんまになんか どうしよう、みんな自分のことばっかりって言われたもんな。そうそうそう、周りが見えてない、考えられてないってなって、うんね、皆さんはじめまして、ココアちゃんファンの皆様で、そっからあれよ、マイクスタンドにまず苦戦したよね。そう、なのにみんな先帰っちゃうから、コウコと2人で残った。クウコ おったよな。うん、空間をってコウコと二人で残って、二人でダンスし練習しよった。そうなんです。ティフに、ま、ティフのメンバーに、でその時にティフのメンバーにアドバイスもらって、コウコと二人で練習しよったら、うん、メンバーが挨拶じゃねえ、アドバイスしに来てくれやってで、あのみんなに伝えた感じです、ね、そう。え、マイクスタンドも教えてくれたんですか。そう、マイクスタンドのコツも教えてくれました。難しいもんな、最初めっちゃ難しかったもん。私初めてやったんが、うん、一番最初の初ライブの時やったんやけど、難しかった、うん、難しいよね。慣れたけどね、もう慣れた。マイク慣れた。でもあれやばかったねいつも聞いてた。そう、マリポンとね、まさかのね、身長が、そう、マリポンとまさかのあれやるとは思わんかったんで、ね、もう本番のやつ見たけどさ、いつも聞いてた。これどうやろう、こっち下向ける、うん、めっちゃ力いるじゃん。よいしょ、遠いね。そう、いや近かった。そう、いつも聞いて、いつも聞いてたさっきの、あの桃太郎じゃないわ、浦田祭りの映像を見せていただいたんですが、そう、あので、確認したんよ、私のマイク落ちてるとこもしっかり確認したし、しっかりね、ここはちゃんの、いつも聞いてた、もうやばかった、ね、もう身長差がもうね、15センチぐらいやったかな、1センチ差、私たちどっちが高いか知ってますか。どっちが高いでしょう、クーカと私、どっちが高いでしょう。3、2、1、正解はカイさんです。私の方が高いんですよ、地味に ね、 ね、さっきはね、これがもう伸びそうやもん、なんか、うん、伸びる。私3年間伸びてないんよ、成長期じゃけん。え、みんな食うかって言われんやけど、152よね、151なんですよ。そう、勝ってる、イエーイ。で、見えんよね、なんか意外なんで膝すぎる。違う、年齢的に、あ、そっか、精神年齢、精神年齢、この前3歳って言われとったよね。そうね、私15歳、ね、桃太郎の時にね、え、15歳え、今高 1？ いや、でも中3よ。え、あの誕生日が4月28やけん、早いね。うん、紙持ってるからね、ちょっと高くなっとるかも。
へえ、私精神年齢30歳って言われた。あの桃太郎で大変だった時ね。そう、桃太郎で大変だった時、あのいろいろ仕切ってくれたんですよ。仕切ってないよ、仕切ったっていうか、やろうと、ね、そうやろうっていうのが自分だったから、そうだからそうそう、だからまとめてくれたというか、まとめとらんよもうね、なんかね、なんか誰か言うにはやらんじゃん。まあね、そうじゃけんもう自分言うしかないかなと思って、うん、言ったやろうって言った、みんなやろう、こんな感じだったよね、みんなやろう、早くやるよみんなやろうって言ったから、早く早く早くって感じだった。次何する、パルシール、パルシールみんなみたいな、みんな不安の曲あるって言ったからね、ねマイクやらないけんじゃんマイクやらないけんじゃんって、スタンドマイクね、めっちゃ練習しやったの、大変だったね、大変だった、見てるやって、さすが、そんなさすがではないですよ自分でもね、そうここはあの本気がブワー出ました。ポニシュ細かいやん、ポニシュもめっちゃ細かいね、細かいけんね、でも最終的にね、いけたけんね、そうめっちゃ楽しかった。でさ、あのあれよ、岡山ライブ終わった後のさ LINE さ、みんなすごかったよね、どんな感じ、なんかあのよかったですみんなみたいな、桃太郎は桃組最高とか書いとったよね、書いとったこのグループ消したくないねまで書いとった、そうそうそう終わったんけよ、ね、私15歳です。ココアちゃんは？私13歳です。12？サワリッチか中2、1個上？うん、1個上よ。まあ明日から握手会です、皆さん。明日じゃないよ、明後日から、明後日よね、明後日から数えたいです、楽しみね皆さん、握手会楽しみ、久しぶりの握手会、怖くね、めっちゃ楽しい、皆さん来てくださいね、来てくださいね、そのままおしましで待ってます、おしましで待ってます、そうよ、10、11、12、13と3日間あるので、おしまし券も使えるので、だいぶ間違えたかと思ったね、びっくりよね、え結構変わる印象、え変わるよな、変わる、なんかさっき誰似とるって言われたんですけど、誰に似とるって、分からんかった、名前分からん、言ってよ、あのね小栗旬さんのモノマネする人に似とるって、マーキーなってやる人に似とった、ほんまに似とるくらい、似てます、どこがやねんって感じやって、でもやってみて、もうね、いくよ、え、その人めっちゃ好きなの、おばたのお兄さん、あ、そう、おばたのお兄さん、それそれそれ、おばたのお兄さん似てる、すごいあ、びっくりした、すごい似てる、ごめんなさい、何が似とんか分からん、何が、髪の毛の色、髪の毛の色、え、あれやろ、花より団子のブランカンツだったのぽい、まーきのめっちゃいける、かわかわいいけど、この前、パクリ台湾グランプリ見て好きだった、うん、え、知っとる？パクリ台湾グランプリ、知らない、なんかその人の新ネタみたいなのがあったよ、うん、日常に紛れ込む牧野って好きなんやる人、めっちゃウケる、普通にウケる、面白いやん、普通にウケる、ふうか面白いね、ほんまに超思い出しちゃうよ、やばつぼる、めっちゃやばいやば、でも自家地に思い出しな、あー牧野なレッスン中に思い出して笑って、おやばいやばいね、プレゼンしてみてきら、できるけど、なんかできる、できんよ、なんかできそう、なんか何、私普通に喋っとってもしんちゃんって言われるけんモノマネせんでいいんですよ、私普通に喋っとってもしんちゃんって言われるんでそのままでそう似てる、そんな似てないやろ、でもね、ココアちゃんのモノマネはすごいめっちゃやりやすい、なんか沖縄行った時 あのポークの天ぷらをが好みじゃなかったらしくて、えポークの天ぷらあったやん、お夜ご飯ポークってなんかいなんかあの脂っこいとか言っとったやつ、あーすごい脂っこいんですよ、おみゆなちゃんに入れられて、そうだよ、みゆなね全部自分に入れてくるんよね、みゆなちゃんがあのココアのお皿に入れてくるんですよ、お皿に入れてくるんですよ、ポークの天ぷらを、で、え、もういいよ、ね、もういいよとか言ってほんまに、ほんまにいらんかって、そうそう、で、私ココアちゃんと向かい合わせやったから食べてあげようかって、え、
え、クーカ、これ食べてよ、クーカ、食べてよ食べてよ、クー、そしたらいいよって言うけん、うち好き嫌いないけん、そう、好き嫌いないけんね、ね、クーカほんまに喋るようになった、ショールームでびっくり、めっちゃ喋るね、どういう最初はどういう印象だった、めっちゃ静か、めっちゃ静か、え、どう思っとった、え、この子喋りにくそうみたいな、え、めっちゃ喋らんなと思った、いや喋らんな、いつ頃やろそれって、え、沖縄の時とかも、なんか、え、沖縄の時に思っとった、うん、うん、思っとった、いつ頃から変わり始めた、桃太郎とかぐらい、嘘、そんな、え、マジ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 、え、もう沖縄の前からもう喋っとると思っとった、え、マジ、うん、今の方がめっちゃ喋る、空が思ってるめっちゃ喋る、人見知り解禁したんだよ多分いやなんかね、会えないよ今までなんで同じ笑うんですか、え、いける、あれよ、クラスでね、あんまり喋らん、なんかずっと宿題とかしとるタイプなんよ、え、休み時間とか、あ、わかる、効率のいい、そうそうそう、もう時間がないけんね、うん、で解禁なんかねけんね、まだ慣れてなかったんかもしれん、でも人見知り、でもあれ最終審査の時は喋ったやん、うん、でもまだおとなしいっていう印象があったんかな、めっちゃあった、なんか他にもめっちゃ喋る子、めっちゃ喋ってくる、喋る人が誰と仲良かった、自分 みんなと喋るよね、うん、私もみんなと喋っとらん、いや、もう印象ない、分からんか、静か、あ、静かに喋ってるかもしれん、あ、自分もうみんなと喋る、なんかあ、わーっていう感じではないよな、そう、あの誰かに、自分誰かに話しかけたら次誰かに行くよね、うん、もうなんかポン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 って行くよね、そうそうそう、なんかね、その持ち前の明るさがあってすごいいいなって思うことはすごい、なんか最終審査ぐらいの時から思っとった、そのもともとのオーラというのが、わかる、ないですないです、そう、でもめっちゃ、でも人見知りやって、うん、挨拶もろくに、まあできるけど、その挨拶するなんていう、挨拶するのに勇気がいるぐらいのタイプやったんやけど、え、そうなん、STU に入ってもすごい変わった、めっちゃかっこいい、それいいじゃん、 STU のプラスになって自分の、そうなんや、真面目な話するとね、うん、え、びっくり、そんな、え、でも結構変わったよね、なんかすごいさ、可愛くなろうとしとる、なんていう、この前も言われとったやん、ココちゃん、ココちゃんに言われとったっけ、ココは最近色気づいとるよねって言われた、言われた、言われたんよ、びっくり、桃太郎の時に言われたんですけど、ね、え、なんか誰かにメイクしてもらっとる時に、誰かに、なんか涙袋の話しとった時、そう、誰かにメイクしてもらっとる時に、うん、なんかココちゃん、ココがなんかココ最近色気づいてきたの、なんかこんな、なんかね、ここのこんな、分かる分かる分かる、ね、分かるよ、なんかその感じ分かるみたいな、首がなんかここ最近色気づいてきたどこがって言って、いやでもなんかメイクとかね、だって三四郎時代と比べたら全然、あ、三四郎時代と比べたらね、もうめっちゃ笑うじゃん文鎮さんそう、このね、癖のある草の生え方するん、でも私もね、だってさっきもその話しとったよね、はい、めっちゃ変わったねっていう、何だったっけ、ここや痩せたみたいな、あー、クーカ痩せたねまやちゃんにも言われたんやって、え、ね、クーカ太っとったもんね、それはないや、オーディションでマジで、いや太ってはないと思う、痩せたねって言われた、太ってはないと思う、それ続きで痩せたねって言われた、もうクーカウケる、マイハがほんまにウケる、ちょっとズバーンって出てくるよね、マイハやばいね、ほんまにやばい、何、ココア少年コークに惚れたかって、おい惚れてないし親なんで、トロブに惚れました、もうトロブマジかわいいね、思わん、今日もね、うん、今日はね、何したっけ、今日みんなと会ったよね、うん、何したっけ、大好きだ、お、教えてもらってましたね、そう、木組に、そう、桃組はね、もうあれに集中しとったけね、そう、桃組も5曲に、5曲にメイビーって集中しとった、もうメイビーとポイントに集中しとったんで、そうなんです、大声とフラギア、フラギアは取れるやね、でも、うんうんうん、まあパートごとに違うけどね、教えてもらえやった、みゆみゆとかトロちゃん、そうそう、トロが可愛い、可
コッコちゃんもほんまに可愛いよ。ええとか何ほんとにコッコなんか可愛いだってあれよ。だってなんか自分が男やってどその STU の中で誰を彼女にしたいかって言ったら、うん、コッコちゃんやと思う。私絶対頼むえみんなも分かれるよね。高校派とトラブ派、楽しみたい派は高校やけど、何それ、もうあれ女子って感じ、もう女子でもう絶対好きってなりそうなんだ。トロブ、絶対トロブ、絶対トロブ。まあ分かるけど、楽しみたい派と分かれるんか。うん、そう、トロブよな。トロブ話したは、いや、ミユナはほんまにね、ガサツ、ガサツやな終わったやつはね、ガサツ。え、あ、僕はクパちゃんやって、いやいやいや、え、嬉しいんやけど喜びか、ここ嬉しいんやけど僕どっちもいますね。トロブはほんまにね、可愛い、もうめっちゃ可愛いほんまに胸キュンしてる、思い出すだけで可愛いって思いました、ね、ほのたん、あ、でもほのちゃんもわかるよ。いや、私ほのたん、あ、でもほのたん5位かな、彼女にしたいランキング5位。ランクつけそうんかい。つけとるよ前、ね、でもなんか一回見た気がするよ、なんか、うん、なんかのスクショで見た気がする。2位はひな、ひなでした。あ、かわいいよね、つけなそう、ねえ、もうビジナスだな、ほんまにウケるナス好きだぞ。何ビジナスって何をな、ナスって何を、ほのたナス、そう、みちもいいよな。どっち派もおるのね。そう、彼女ランキングつけたんですよ。私ほんまに可愛いわ、トラブめっちゃ元気してる。もうなんか少女漫画読んどんかっていうぐらいですよね、ほんまに。お兄ちゃん大好き、クイカはないんだ。あー、ミユナのお兄ちゃん大好き。ミユナガサツだわふーちゃんも可愛い、食べ物全部ふーはめっちゃ可愛い、今日もね、ね、可愛くてふー大好き。私何位、31位中。いや、僕つけてない5位までやから。なるほどね。さあ、あれ門脇さんもランクインしとったかな、覚えてない。門脇さん、キュンシロやめて。かわいそうなAKB グループでこの2人は20。嘘、もじもじさん、それはないですわ。やったー、え、それはないですわ。県外、県外県外って、つけたないや、か県外なことはないんですよ。いや、つけてないだけで31人。県外の女、なんかいろんな女が出てくる、かわいそう、ギリギリの女やし。みゆみゆ4位かな。35億。ほのたん、ブルゾンちえみ好きやな。私もブルゾンちえみするよ、よく。え、そうなん、見たことある、ない。え、クミちゃん、仕事仕事、え、元彼のことが忘れられなくて仕事に集中できない。ダメよ、まいい、じゃあクミちゃんに質問ですクミちゃんは味のしなくなったガムをいつまでもいつまでも噛み続けますか。いいえ、新しいガム食べたくない、食べたい、食べたい。男はガムと一緒、味がしなくなったらまた新しいガム食べればいい。やばいやばいやばい、だって地球上に男は何人いると思ってるの。35億。ちょっと待って、なんか急にスーツ入りました。地球にスイッチ入りました。ごめんなさい、どうも。ごめんなさい、どうも。うちの空気がどうも、ごめんなさい。ほんまにウケるでしたっけ。え、初めて見た？うん、ウケる。うん、初めて見た。ほんまか。なんか急に髪の毛めっちゃはみ出したんだけど。ね、面白いね。やばいね。ほんま？モノマネ好きなんよ。え、そうなんや。うん。好きそう。よくするやろ。うん。てか、ショール、うん。でもしかせんけどさ、すっごいかほんまに面白いね。どうしたの？どうしたんて、もっともっとモノマネ。あ、てかさ、なになに、てかさ、あるよ、あの山本支配人さんはいつもこうやってブラックコーヒーを飲んでます。こうやって。そうなんや。山本支配人さんのモノマネはなんかこんな感じ。
こうやって前出てきた。え、出てきた？なんか登場するときに、登場っていうかなんか SU の現場に入ってくるときに、うん、こうドア開けてこうやって入ってきた。何？どういうものをね、誰でもできるじゃん、こうやってやろ。だからココアちゃんもできるよこれ誰でもできる。あのまね、面白い。あ、ブラックコーヒーやと思って。私も気づいた、今気づいたんだと思ってびっくりしたじゃあブラックコーヒー好きなんよ私。あ、そうなんですか。あ、違う。え、コーヒーが好きって今知っとる？知っとるよな多分。知ってる。そう、毎晩飲むぐらい好きで。え、わ、山本さんもブラックコーヒーじゃないかと思ってその時山本さん、これも今日の夜飲みたいと思います、うん、寝る前に。あ、はい。え、今飲まんの？今もう時間ないしもうあと7時までです今日。お母ちゃんは私飲めないでー、うん、飲めなさそういや外はどんだけ外入ってても無理だ。私にはやっぱりココアしかないの。あー、なるほど、そういうなるほど、そうなんです。そうもうね、何なんでブラック、そうなんか食うか前、ブラックコーヒーだったんよ。食うか前、市販の市販っていう、市販っていうなんか置いてあるあのコーヒーをのコーヒーじゃーってテンション上がっとって、あーだよ、砂糖がほんのちょっとしか入ってないのに、これ無糖やないんや、いらんわいらんわっていうか、なんか選べるやつだったんですよ。水、お茶、オレンジジュース、コーヒーがあって、ペットボトルの。え、どんだけ覚えたの？記憶力いいね。うん、記憶力はあるんよ。で、あ、コーヒーあるやんと思ったけど、え、それって砂糖入っとるって聞いて、え、ほんのちょっとだったよ。いや、でもブラックコーヒーが好きなんやって知らんわ、もう知らんがな、ほんまに。その時は水飲みましたね、ブラックココア。なんで、なんで無糖、なんで無糖飲む、え、なんで無糖しか飲まんの。いや、美味しいやん、コーヒーのそのものの味が。どういうものだ、コーヒーのこの苦さが美味しいんですよ。いや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 、苦いすぎる。へえ、飲んだことないとか、ブラック。私も初めて飲んだ時はほんまになんか、え、熱いお茶やんただのって思ったんやけど。え、小6の時に美味しさに気づいた。いやいやいや、苦いじゃん。あ、お茶だけじゃない、苦いじゃん。なんか苦すぎて味がわからんかったんよ。わかる？いや、そんなことってないよそんなことってないよそんなことってないよ。ブラックは大人やって、そうですよね、眠い時にはブラックだって勉強になったね。眠い時にはブラック、そうだから、ね、眠、朝配信とかめっちゃ眠いけど、うん、朝配信終わった後学校行かないかんかった時とか飲んどる、いつも。え、目が覚める？マジ？コーヒーはカフェインやから目が覚めるんよ。え、私、え、なんかさ、あのミンミンダハとかあるじゃん、あれなんかカフェインとか入ってるって言うけどさ、ミンミン、ミンミンダハ、何それ。え、なんかミンミンダハみたいなのあるじゃん。何それ聞いたことない。え、ミンミンダハみたいな、ミンミンダハみたいな感じですよね、うん、ありますよね。で、なんかカフェイン、そう、カフェインにカフェインが入ってる、たくさん。あ、そういうこと。ミンミンダハ、ミンミンダハみたいな。それね、うん、そう。あー、メガシャキ的なやつやろ。あ、そんな感じ、ミンミンダハの感じなんですけど。ミンミンダハって呼んだことないからさダハのイントネーション、あ、ダハダハじゃん、これ間違えた、ダハってダハだった、間違えた、ミンミンダハやった、ごめん、みんな間違えた、ミンミンダハでした、ごめんなさい。そう、ミンミンダハ飲んだことあるんですけど、うん、あれなん、ミンミンダハって言うらしいよ、ミンミンダハって言うらしい、うんうん、知ってる？分からん、飲んだことない、そういうの飲まんのよ。ミンミンダハみたいになるんですよ、それをなんでやろうそうなんですよ、ミンミンダハみたいになるんですよ。あの、あ、間違えた、え、ダダハ、あ、下がるやった、ミンミンダハ、ミンミンダハじゃん、ダハか、ミンミンダハ、ミンミンダハミンミンダハでした、ごめんなさい、ミンミンダハじゃなくて、あ、さっきムさんが教えてくれたの違ったんです違ったやつをずっと言ってたやん、ごめんなさい、ミンミンダハじゃなくてミンミンダハです、ごめんなさい、やっと気づきました、ほんまにもう、ダハ、ミンミンダハ
ミンミンダハ、ミンミンダハみたいな。なんかその間違えて覚えちゃった。そう間違えて覚えちゃって。ごめんなさい。そうなんですよ。それを常にカフェインがいっぱい入ってるって聞いたんですけど、独特の味がするんややっぱり。でもコーヒーの味じゃない。カフェインっては別にコーヒー味じゃない。なんか目を覚ます、うん、成分？うん。そうそう。勉強になりましたね。私そういう栄養的なやつ好きやからさ。栄養的ななんかセロトニンとかめっちゃ好きやからめちゃめちゃしょうもないことで笑い生まれるの好きすぎるめっちゃしょうもないことやってミンミンダハやってほんまにウケる私一回笑い出してたわつぼりはなくかよくセロトニンとか知っとるセロトニンは幸せホルモンえチーズにセロトニンっていう成分があって入っとってセロトニンっていうのは幸せになれるホルモン幸せホルモンって言われてるやつでチーズ食べると幸せになるみたいな知らん知らん知らんそんなチーズがチーズ嫌いな人が食べたら不愉快になるだけじゃん誰でも幸せになるわけがないやろこう朝日を浴びたらなんか幸せ感幸福感が増すみたいなあるやんいやわかんないあるんやそういうのがで眠いや違うねいや眠い人がそれも眠い人が夕日浴びたら眠い人が日浴びたらさ眠たいって不愉快になるだけここからその解釈の仕方が解釈めっちゃいけますね本当にでもチーズは大事いやチーズ嫌いな人がチーズ食べて幸せにならんじゃんまあ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 ねまあまあそれはそれによるけどさみんなちょっと面白いです ね, もうでももうちょっとで配信終わります私はあれなんルールが7時までうん今日は7時まで、うん、あと3分、ね、あの7時次にもし映ってしまったらあのあいかんとかではないよね、まあ、7時に終わるけど7時に終わらにはいかんけどうんオッケーオッケーじゃ7時に終わりますねはい皆さんもよろしくお願いします爆笑で終わったねこれ楽しいですねはい皆さんなかなかコラボできんけどねそうだねフォローよろしくお願いしますフォローよろし宿題終わった終わった宿題終わったけん誘ってくれたんや多分そう宿題私でもね勉強は終わらんないよねそう私ももうすぐ受験生やから私もなおなお受験生うん頑張って終わる頑張ってしか言えん、うん、チーズを食べて幸せホルモン分泌させんやそうだそうよほんまにでやけん視聴者さんね、うん、チーズ食べたっていう人多いえそれでなんかかわいそうチーズ嫌いな人いや嫌いな人は食べると思うけどねそっかねそう皆さんじゃあランキング読んだら開くかそうやねあ待って最後にさ、うん、ちょっと遠くにやってくれんこれエイサーエイサー一緒にしようなんでそれあるんそんなそうそうなんですよエイサーエイサーがあるんですよこんぐらいはい OKあ、どうぞ何みなさん、エイサーエイサー知ってる方いますかね教えて教えてあげるえ普通に簡単やけどこっちエイサーエイサーじゃあ一緒に違うってギャップエイサー講座、スタートエイサーエイサーこれあげあげほゆほもっともっと もう一回エッサエッサオッケーはいオッケーいきますよオッケーオッケーオッケーはい終了ね最後えはい終了オッケーオッケーオッケーはい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 エッサ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 オッケーもっともっともエッサで終わりましたか毎回したの毎回してます甲子園のやつなんですけどねそうなんや、はい、そうなんです全然分からんね私野球のこと開国あもう7時やってはい開国会でした皆さん見てくれてありがとうございましたバイ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 みんなありがとうはい終了ってか3 2 1バイバイ